省エネルギーとアートということを掛け合わせて作る夜景ということをコンセプトにしておりまして、で皆様おそらく楽しみに見にいらっしゃっているプロジェクションということなんですけれども、通常のプロジェクションマッピングとはちょっと異なります。普通の家庭用のプロジェクターですとか、オフィスで普通に使っているプロジェクターを使って、演出をしておりまして、言ってしまえば普通のプロジェクターではないものよりも非常に省電力のものを活用しております。そういったこともありまして、今うっすら見え始めておりますけれども、もう少し暗くなってくれないとちょっと見えないと思うんですが、もう一息暗くなってくると
かうっすら見え始めてますけれども、あの新庁舎からあの旧庁舎まで演出がされますので、ぜひ楽しみにご覧になっていただけますでしょうか。それとですね、あと今日はちょっと皆様予測所にたくさんお集まりいただいてますので、公会堂のに入ってですね、右手の方に行ったところに、こちらのプログラム7番のところにあります、はい、横浜市立大学の美術部の皆様が作られた展示がございまして、でそちらの方を明日からの予定だったんですけど、特別に今日からご覧いただけるようにしたいと思いますので、ぜひそちらの方も合わせてご覧になってください。今の時間もすでに美術部の学生さんたちいらっしゃいますんで、暗くなるまでの間よかったら覗いてみていただけますでしょうか。そして、あとお待たせした皆さんにですね、金沢区の使用を求めた小田さんのクリアファイルをお待たせした皆さんに直接行ってもらっていただけの暗くなってくるというふうに言ってくれています。